ライトへ持っていった。さあこれは犠牲フライになりそうだ。タッチアップ、ボールは返ってくるが滑り込んで同点です。ジャイアンツが萩尾のタイムリースリーベース、そして岸田の犠牲フライで同点に追いつきました。2回の裏、2対2です。追い込まれていたんですが、うん、篠塚さん、まあ、やっぱり気持ちはやっぱり逆方向ですよね。そういうバッティングですね。ここの3人も全部逆ですからね。岡本のヒットから始まって全部右バッターが、そうですね、そうですね。